やあみんな、兄貴船長です。今回は女性船員への突撃インタビュー第2弾。この動画を見れば女性船員の考えを理解し、環境改善の参考にできたり、就職に向けた事前勉強が進むこと間違いなしだ。ぜひ最後まで見ていってくれ。第1弾の動画では海運業界における女性進出の実態と2人の船員経験者のリアルな声を紹介しているので、そちらもどうぞ。このチャンネルでは様々な船の特徴や船員の実態を分かりやすく解説しているので、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それでは本日も出航。一人目はバラ積み船の航海士の方だ。船員になった理由と仕事内容を教えてください。海が好きで、長期休暇や人と違う仕事に憧れたのが船乗りを目指した理由ですね。航海士なので主な業務は荷役作業、航海当直、整備作業などを行っていますよ。勤務外の自由時間はどのように過ごしていますか？自由時間は基本的にゆっくり休んだり、家族や友人に連絡したりしています。体調管理のため筋トレなどの運動を行うこともありますね。なるほど。どういう時にやりがいを感じ、どういう場面で落ち込みましたか？刻一刻と変わる大自然を相手に仕事をすることはやりがいがありますね。自分一人で荷役、航海当直を成し遂げた時は達成感があります。逆に上司のセクハラや人、船の安全管理体制がまずいと感じた時は辛かったです。働き方改革を進める必要がありますね。集団生活をされる際に気をつけていた点などはありますか？露出の多い服で共有部分を出歩かないなど、服装には気をつけていますね。不必要な問題を避けるため、連絡先の交換や1対1の飲酒は極力断るようにしています。海運業界で働く長所短所を教えてください。男女関係のない昇格昇給はありがたいです。しかし船内はハラスメントに関しても古い考えが目立ちます。特に船長がセクハラを行っていると、会社や上司に相談することが難しいのが実態です。外部講師から乗船中の船員に研修をしてセクハラ研修をしてもらったり、相談窓口を設置するなど対策はいろいろできると思います。業界の習わしや職場環境で改善が必要だと思うことを教えてください。女性の進出や働き方改革が進む今、妊娠・出産・育児をやりながら両立できる職場環境の整備を行う必要があると思います。船員を目指す女性の方に一言。ネガティブな面を多く出しましたが、とても重要な仕事です。夢を諦めず、なりたい職業を目指してください。続いては機関長を務める女性船員にインタビューだ。船員になった理由と今の仕事を教えてください。将来メーカーで働きたいと思い、工業高校をと考えていましたが、気づけば商船高専の商船学科に進学していました。10代の貴重な時間を田舎の離島で過ごしたので、船乗りにならないともったいないと思い、船乗りになりました。今は機関長として担当機器のメンテナンスとトラブル対応を行っています。離島では船が生活の一部ですよね。どういう時にやりがいを感じ、どういう場面で落ち込みますか？世界の物流の一端を担っているのはやりがいですね。乗船2ヶ月くらいしたらきつくなってきて、早く船を降りたくなります。下船して1ヶ月したら、そろそろ船乗らないとなと思い始めて乗船します。そんなサイクルを繰り返して今に至っています。職場で困っている点はありますか？きっと親は心配していたと思いますが、当人としては何も困った点はありませんでした。働いていて感じる女性船員特有の苦労などはありますか？船乗りはまだ男性中心の職業であることは間違いないので、共同生活の輪を乱さないように気をつけています。女性が職場に加わることで、洗濯機などの使用にもルールが必要になりますし、トイレなどの衛生設備は自分の部屋の設備しか使わないようにしています。女性船員が乗る船に会社から女性用品を支給してもらっているのですが、商品の種類や相性などもあるので、そこまで配慮してもらえるとありがたいです。現場感がある回答ありがとうございます。女性船員を目指す人に一言。船乗りは男の職業というイメージが強い業界ですが、女性船員の人数を一緒に増やしていきましょう。続いては荷役責任者の一等航海士の方にインタビューだ。船員になった理由と仕事のやりがいを教えてください。航海士や帆船に憧れて商船大学を目指し船員になりました。仕事は辛さが 99% でも、荷役をうまくやりきった時、一緒に働いた人にねぎらいの言葉をもらった時は達成感がありますね。
就職時に重視された点や困ったことはありましたか？給料、上下線リズム、船内の人間関係を重視します。2000年前半は女性船員の採用企業が希少だったので就職には苦労しました。船で集団生活をされる際に気をつけていた点などはありますか？下着が透けないように白いシャツを着ない、変な期待を持たれないようにあまり親しくなりすぎないなどは気をつけていますね。職場で困っている点や揉めやすい点があれば教えてください。女性だけが結婚や子供に関する質問を受けたりします。また男性以上のパフォーマンスが求められ、失敗はほら見たことかとなるのは理不尽さを感じますね。女性参入が進む海運業界で改善が必要だと感じる点があれば教えてください。船員不足で初めて女性船員に門戸を開く後ろ向き体質は改善が必要だと思います。船に乗りたいなら我慢してという体質は変えた方がいいですね。女性船員を目指す人へ一言。多様な女性船員が増えることで後輩はこの道に進みやすくなります。まだまだこれからの業界、好きなことを諦める必要もないし、ニュートラルに働けるようになってきました。ぜひ飛び込んできてください。貴重なご意見ありがとうございました。以上、女性船員のリアルな声いかがだったかな？男女問わず業界の質問相談があればコメントで教えてくれ。Twitter や Instagram でも情報発信しているのでフォローをお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。海が呼んでるぜ。